ジンモは聴覚芸術、視覚芸術など様々な分野での表現活動を活発に行う芸術家。2017年8月現在までにソロアルバムだけでも236作品をリリース。代表作としては文化庁文部科学省により2009年度芸術祭参加作品に選定されたアセンションスペクタクル。 全世界17レーベルから発売されたライブエイティーザニッティングファクトリー等がある。弦楽器、管楽器、鍵盤楽器等を演奏するが、特にギター奏者として著名で、特殊奏法や先端機器を多用した得意な無伴奏ギター独奏のスタイルにより演奏活動を行い、日本、アメリカ、イギリス、ロシア、ドイツ、オーストリア、オランダ、スイス、デンマーク、 ベラルーシ等で数百回に及ぶ講演を行っている。1997年、ベラルーシ共和国の招待により、チェルノブイリ支援活動と国際文化交流を目的に、旧ソ連邦ツアーを行った際、政府主催のチェルノブイリ記念行事や爆心地近くの観村で演奏された、レクイエム、上がり、国営放送局にて放送される。その音楽表現のさらに聖なる実現と、 表現領域拡大のため、ドイツのバスラブ社と共同し、オリジナルの特殊なカーボン合成樹脂素材を用いて、一切継ぎ目のない単一構造で、完全中空の弦楽器人務移動を開発。フランクフルト・ムジーク・ミサに1928発表した。1989年、生体の音響に対する、現象的反応を研究するため、DNA 音楽研究所を発足。 1991年から20年間、週に1回の頻度で、横浜市の最重度重複障害者施設で、強度行動障害者を対象にした演奏会を継続。また、1988年から20年間、毎月、ギターマガジン、サウンドレコーディングマガジンなどの音楽専門誌で、連載記事を執筆。2011年以来、美学校の講師を務める。 書、コンピュータグラフィックス、アニメーション等、表現のメディアやジャンルに関わらず、またおのののメディアやジャンルを越境した視覚芸術を創出する。現在、そのスタイルは、名ゼ前、書、ダタピンティングの3つに大別される。書家を母に持ち、幼少期から書を始める。1980年代末からは、コンピュータを使用した視覚表現を始める。 2003年からインターネット上で、細密巨大コンピュータグラフィックスダタピンティングシリーズを発表し始める。2006年秋、サンディエゴ現代美術館館長であり、国際デジタル芸術展アート・オブ・デジタル賞の監修も務めるヒュー・デイビーズ氏が、ドローイング作品クリムゾーン・ウォルタード・ステーツを機に、入り、1ヶ月半の全回期中、同展に飾られた。2010年3月、 爆木クク作品を中心にした、ジン人アイデ ID を渋谷区恵比寿のマジックルームにて開催。2010年9月、第30回フィナール国際美術展に、ナノゼン作品を2作品出展。同展選考員であるキャロリーヌリー女子に、この作品となら、生涯、生活を共にしたいと評され、作品ナノゼン零零二に対して、同展30年の歴史上初めて特別に、 設けられた、キャロリーヌリー賞が授与された。2011年6月から12月には、名の前作品を中心にした、ジンモバクテン、ID2 を、東京のマジックルームを皮切りに、大阪ギャラクシーギャラリー、名古屋 BDSM バー R、姫路サロンデイズにて、4都市を巡回して開催。2012年2月には、第31回フィナール国際美術展に、 招待作家として招かれ、名の前を8作品出展。11月には、キャロリーヌリー女子とのコラボレーション展、二人展2012が、渋谷の NHK のギャラリーで開催。2013年3月には再び同会場で、キャロリーヌリー女子との二人展2013が、開催された。10月には、京都桃山、ラネージュにおいて、バック展 ID、ID2013。 京都が開催。大変な公表により、当初1週間の会期予定が、最終的には46日間に延長された。11月には、ジンモのドキュメンタリー映画を制作中の、フィンランドの映像作家、ヤーコサーリとの二人展が、渋谷の NHK のギャラリーで開催された。2010年より、美学校の講師、立東ミュージックの、 ギターマガジン2988年から2007年まで記事を執筆していた。ナノゼンの詳細は次のリンクを参照されたい。2010年にフィナール国際美術展に招待作家としてナノゼンを出品し、パリの美術展、サロンでイの名誉会長、キャロリン・リー賞を受賞した。美学校ウェブサイト講師紹介。ありがとうございます。